はい、見ていきます。ねえ、結構しゃがみっぱなしでおるとさ、結構しびれるよね。立ちっぱなしも足痛いし、逆にしゃがんでるだけみたいな、なんかしゃがんでるとなんか結構ね膝にくるよね。しかしそりゃそうやろ、だってあんな凶さんあったらどげんね。でも中学生にしたらようやったんちゃう。ふんや、どないしたんきんちゃん。ん、なに、ちょ、え、花粉、もしかして花粉症ですかきんちゃん。せやけど、あ、届かんのか。でも手塚さんとかそっちあったらいけそうやけどな。む、むって何？何？どうやってやってんの？お？受粉？え、これって人間もできるもんなの？はい。そうなんだ。へえ。でも人間で受粉ってどうやってやるんやろ。そうかな。うん、確かにまあそれっぽさはあったけど、なんかそないな作業もすんねんなっていう感じだけど。あ、やっぱ道具が必要なんやな。で、花粉が入った容器に受粉用の道具をつけるのか。そないな感じか。Yes。 え、これ全部やんの？やれやれ。せやな、まあ私はちょっとアレルギー上できないかもしれないけど、まあその人の背にもよるよね。ふむ。高さ185、じゃあルーキー結構大変じゃない？つま先？何、つま先立ちすんの？ショック。手が空いてるやつおるの？さて、んじゃあ誰が行くんやろ。多分行きそうなのがジロちゃんとかケンちゃんとか行きそうやけど。マジ？一番行きそうなジロちゃんが行く。ええやん。いや予想当たったやん。え、龍馬も行く？え、クラウザはどないすんの？ふむ。でもこの受粉作業はどうするよ？やくよ。まあせやけど。わかりました。もうみんな行くな。多分206号室のメンバー全員行ったんじゃん。1年2人はね。まあそないな感じはまあせんでもないか。よし、まああなたは3年生ね。で誰が残ったんだ？腹減ったんだ。これで一番バクバク食いそうなのがタニシさんなんだよ。食べたいさ。
いやー、それはあかんね。だってまだ花やんで。おいおい、そんな腹減ってんの？じゃあ相当業さんないと体力を持たないやろ。もの。たく。もう威張ってるとかそういうあれじゃないと思うけど。おーい。いちご？でもさ、タニシさんこれ全部食いそうじゃん。ま。ほら合宿の時もさ、飲み物があるっていうだけで暴走してたじゃん。はい。あ、やっぱ206号室メンバー全員行ったんだ。そうですね。ああ。じゃあまあちょくちょく残ってたって感じ。ん？まずそこよ。え？ああ、やっぱ渡したんだ。まあ果樹園のものだからね。いや、そんな悲しい顔せんといて。もう、まあまあそやろな。まあどっかのレストランで売るやろ。あー、やっぱいちごジャムにすると結構美味しいよね。ああ、あー結構ええやん。ねえねえ、え、ステーキソース？ステーキソースにイチゴジャムってあんま聞かへんな。あー確かにそっちも美味しいよな。だからどうした、そんな顔せんといてやほんまに。あー、でも相当腹が減ってるんだったらさ、いちご丸ごと食べたかったんじゃない？あー、だからこっちに来たのね。さあ。うん、ならよかったじゃん。それでタニシさんも喜ぶよ。これでギョーさん食べられるで。はい。おー、ええやんこれ。そうそう、まあ、ちょいとだけでもええやんな。おいしょ。いやいや、そういう時に食いつくんだよね。もうそういう話には目がないんだ、タニシさんは。今頃きっと文ちゃんがいたら喜んでるよ。そうだな。これでもラストなんや。これで9話になるはず。あれ？素晴らしい！ちょっと進みすぎちゃった。でもまあいっか。へえ。そういえば。乳搾り体験もできるんや。でも結構あれ楽しいよね。マジマジ！多分そうちゃうか？いや。あ、やっぱそうだよね。でも動物と触れ合うのもやっぱね、いい機会だし。ああ、やっぱり、はあ、でもこれで結構足腰とか鍛えられそうやな。いや、じゃあ結構その分頑張ったんちゃう。ふむ。ああ、多分そうやろな。そういうことか。あ、確かにありえそう。ジロ君、やっぱ文ちゃんおった。はっ、いいものって
何やろ、さっきのイチゴか。マリックやっぱイチゴやんな。ブンちゃんめっちゃ食いつきそうやん。あ、そう、イチゴって結構甘いからね。まあチョコにつけても美味しいよね。うんうん、あー確かに。ブンちゃん作ってよ今度。うん、もうそしたら絶対美味しいじゃん。まあそうよね。まあ甘いのを重ねたら結構グッドな感じはしますが。だよね。練乳？じゃあ結構味わえそう。はあ。確かに結構覚醒してる。あの眠そうだったジロちゃんはどこ行ったんだ？あの、いや最初の方は結構眠そうやったね。ふむ。あれ、それでもしてなかった？なんかしてたようなしてなかったような。そうだな。あー、蜂か。やっぱ言うてたな。なあ。絶対寝てるこのパターン。あー、いや、ちゃんとあくびしちゃってんじゃん。その拍子に寝るんだな。うん、多分それだ。その拍子に寝るんだよ。そうだな。まあ、それもあれだろうな。な。これ寝てるの？んどうないなねことやねん、ほんまに。どうないなねことやねん、ほんまに。うん、多分そうやろな。んこれ寝てるの、起きてるの、どっちなの？はい、ということで今日はスペシャル3話ほど見させていただきました。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。